藤原成道は、平安時代後期の苦行、歌人。藤原北家中見角流、兼大納言。藤原隆通りの四男。神は、聖に、大納言。蹴鞠、今用、笛、乗馬、早業、若の達人として知られ、特に蹴鞠においては後世まで、粛清と呼ばれて、長く蹴鞠の手本とされた。人柄も優美で明朗、誰からも好かれ、 白川上皇の取り巻きの中でもズバ抜けた人物だったと言われる。成道の家系は、祖祖父、頼宗、祖父、主義あいずれも右大臣にまで昇進したが、父が白川法王の側近でありながら、大臣に至ることなく50歳で没したために、石管家や村上源氏に押される形で、衰退の一途をたどっていた。8歳で助諾して10歳の時に、 とば天皇即位に合わせて自重に任じられる。白川法王の長身であり、弁は立ち、書道にも優れていたが、出現も多かったらしく、大事4年に白川法王が成り道を苦行に推挙した際も、とば上皇の反対で実現しなかった。また、当時の参議要件の一つとされていた倉人頭に、就任できなかったことも出世を遅らせる原因となった。天正三年に参議となり、 工治2年に、聖二位、方言元年には大納言に上ったものの、出世の望みは、薄いとした平時元年に出家してしまう。だが、皮肉にも直後から、同族の昇進が相次ぎ、大臣任命が相次ぐことになった。笛、和歌、漢詩、今用、馬刀書道に精通したが、特に彼の名を後世に知らしめているのは蹴鞠であり、粛清と称賛された。 大湾に乗って、マリを蹴ったが、音一つしなかった、侍の肩の上に乗って、マリを蹴ったが、塔の侍はそれに気づかなかった、成道が蹴るマリは雲に届いた、清水の物体の欄間を蹴まりをしながら一往復した、など様々な伝説が伝えられている。彼の日記、成道みち教古伝日記には、彼が蹴まりの上達のために、いかに努力してきたかが綴られている。また、 今用では、後白ら川天皇と並ぶ達人としても知られており、実金賞には、薬師如来に今用を奉納して、他人の病を治したという説話が伝えられている。また、錆ビ長や西業が、在族時代に上司として仕えており、特に西業とはその縁から生涯にわたって信仰が厚く、共に和歌に親しんだことでも知られている。和歌は、金曜和歌集。 潜在は歌集等の直線は歌集に23種、再録されており、歌集に、成り道集がある。着調作と推定されている、今鏡では、人間や味あふれる、教養人として、好意的に描かれており、身の軽さから、追っの男たちを尻目に、軽々と築地を飛び越え、女の元へ通う話なども記され、大臣になれずに出家してしまったことを非常に、惜しまれている。 成道教区伝日記によると、成道は、蹴鞠庭に立つこと七千日、うち二千日は、連日蹴り続けた。千日休まず、蹴鞠をする千日行を達成した日、蹴鞠仲間を集めて、再式を行った。庭に二つの棚を用意し、一つには傘を三百個余り、もう一つの棚には、みて蔵などの飾りを置いた。傘を蹴り、 地面に落ちることのない技を見せた後、見てぐらを取って、傘に捧げて礼拝し、その後祝宴を開いた。その夜、成道が日記を書こうと墨をすっていると、棚から傘が転がり落ちて、成道の前で止まった。よく見ると、顔は人間、手足体は、猿の同時三人が傘を抱えて立っていた。 驚いたなり道が問いただすと、自分たちは傘のせいであり、千日行のお祝いと再式の備え物のお礼に現れたといい、それぞれに前髪をかき上げ、額に金色の文字で書かれた革命、春陽花、下安林、終焉を見せた。その傘のせいたちによると、人が決まりをしているときは傘につき、しなくなると、柳の林に戻るといい。 人々が蹴鞠を愛好する時代は、国も栄え、良い人が政治をし、福がもたらされ、寿命も長く、病気もない。また、人の心は絶えず、思い乱れるものだが、蹴鞠の愛好者は庭に立てば、傘のことだけ考えるので心が軽くなり、輪廻転生にも良い影響を及ぼす縁が生まれ、苦毒も進むと説いた。さらに、蹴鞠の時名前を呼べば、いつでも参上して奉仕するが、 気を伝って参るので木のないに若さは好まないこと。こういうものがいることを心がけてくれれば守護することを告げ、再び消えてしまった。ありがとうございます。